今回はこれから役立つ浴衣に合うアレンジを紹介していきたいと思います。まずはトップを大きく取ります。大きく取れば取るほど大人っぽい印象になります。ゴムのすぐ上でくるりんぱをしてほぐしていきます。片手をゴムに添えてほぐしていくと安定してほぐせます。親指の付け根あたりを頭皮につけてほぐしていくと安定して引き出すことができるので出しすぎを防ぐことができます。次にすぐ下の顔周りの毛を取ってくるりんぱをしていきます。さっきくるりんぱしたところのすぐ下に作ります。ここの部分をよくほぐすとこなれ感が出て可愛くなります。次に襟足から後れ毛を取って残りをくるりんぱします。この時緩まないようにギュッと締めるのがポイントです。ここで裏面までよくほぐすのがポイントです。残った毛束を2つに分けてねじっていきます。真後ろでねじるのが苦手な方はこのように横に持ってきてねじるとやりやすいです。さっきのくるりんぱの隙間に毛先を入れ込んでピンで留めていきます。お団子の部分の毛を少しピンで取って留めていきます。お団子の形を軽く整えます。最後に耳を隠すように軽く引き出すとこなれ感がアップします。少し低い位置で作るシンプルなお団子なので大人っぽい浴衣に合うかなと思います。普段使いもできるアレンジなのでぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。